よいしょ。はい、皆さんこんにちは、アッキーです。お久しぶりでございます。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、今日撮影日がですね、2024年の6月末ということで、本当にね、もう2024年も折り返しですよ。もうすごい早いですよね、月日が経つのってね。なので、今日はですね、2024年の1月から、6月までにですね、買ったもの、そして使ったものの中から、これ良かったなって思うものを、厳選した全部で8つのですね、ものを、ご紹介していこうかなと思います。この動画を機にですね、少しずつ動画投稿頻度上げていけたらなと、思っておりますので、皆さんぜひチャンネル登録そして高評価の方、よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目から、いきたいと思います。まず一つ目ですね、こちらになります。私もついにですね、プロジェクターを導入いたしました。こちらいただき物になるんですけれども、こちらはノメディック X300、というプロジェクターになります。まずですね、こう見てください、この外観。本当におしゃれなんですよね。色はですね、深緑、全体的に深緑と正面は黒ですね。になっておりまして、上部は、ブロンズ、色をしております。そしてここにですね、つまみがいくつかあるような、状況になっているんですけれども、さらにですね、持ち手がついておりまして、この持ち手は本革で、できております。すごい高級感もありますし、まあ本当にね、プロジェクターとしてももちろん使えるんですけれども、このまま置いておいてもですね、すごいいいインテリアになるなぁと、いった印象です。またさらにですね、このプロジェクター、ただのプロジェクターじゃないんですね。こちら、プロジェクターでありながら、Bluetooth スピーカーでもあるんですね。このスピーカーはですね、ハーマンカードンという、音響機器メーカーが、手掛けておりまして、まあ、全体的にすごく音場が広い。かつ、すごいなんでしょうね、どの音もしっかりはっきりくっきり聞こえる。といった印象を受けます。そしてですね、このプロジェクターなんですけれども、ただ壁に投影するだけではなくて、私は天井に、投影して、いつも夜、ベッドに寝そべりながら使っております。こちらですね、バッテリーが内蔵されておりまして、電源につながずにスピーカーだけですね、Bluetooth スピーカーとして使われた場合は約6時間、映像投影も含めると約3時間の連続使用が可能となっております。またさらにですね、給電も USB Type-C のケーブルで行えますので、まあ、iPhone 15シリーズだったりだとか、あとは Android を使ってらっしゃる方は同じ充電のね、ケーブルで給電することができるので、持ち運ぶ際もですね、すごく持ち運びやすいものになっているかなというふうに思います。そしてですね、このプロジェクター、価格がですね、定価99,800円なんですけれども、Amazon でたまにね、半額で売られてたりするんですよね。なんなら半額以下で売られてることもありまして、もうこれだけ質のいいものなのになぜその半額以下になるのかはちょっとわからないんですけれども、プロジェクターですね、欲しいなーとか気になってるよーっていう方はですね、ぜひこちらも選択肢として、入れていただければいいかなというふうに思いますし、まあ、一番最初に、どんな感じだろうプロジェクターってっていう、方向けのプロジェクターになっているかなというふうに思いますので、ぜひAmazon でですね、調べていただいて、半額とか、もっとそれ以上に値下げされている場合は、即ポチッと、していただけたらいいかなというふうに思います。ということで、まず一つ目はノメディック X300、というプロジェクターでした。はい、続いて二つ目ですね。二つ目はですね、こちらになります。こちらガジェットポーチになります。こちらのガジェットポーチはドリップから出ているハーフデイポーチというガジェットポーチになります。私ですね、このドリップっていう会社すごく好きで、カバンだったりとかね、あとは他のポーチもね、このドリップのやつを使わせていただいてるんですけれども、とにかくもう物持ちがいいですし、すごくしっかりと作られていて、私はすごく気に入って使わせていただいております。こちらのポーチなんですけれども、素材がアメリカのインビスタ社が製造販売しているコーデュラー製のナイロンが使われておりますので、耐久性に優れておりますし、程よい張り感があるのが
特徴かなというふうに思います。またですね、こちらのポーチすごくいいところが、用途に合わせて大きさを変えられるんですね。真ん中にチャックがついておりまして、このチャックを広げると幅がねボンと増える仕組みになっておりまして、例えば旅行に行くときとか荷物が多いとき、あとはこういったマウスですね、私マウスを持ち運ぶときがあるんですけども、こういったマウスを持ち運ぶときなどに、サイズをアップグレードしてですね、いつも持ち運んでおります。さらにですね、内部のポケットの数もすごく、豊富で、物と物がねこう当たって傷つくっていう心配も本当にないので、こちらのポーチすごく気に入って、もう今はですね毎日持ち運んでおります。はい、ということで2つ目はこのドリップのハーフデイポーチというガジェットポーチでした。はい、続いて3つ目ですね。3つ目はこちらでございます。ちょっと大きいので映しきれませんが、こちらですね、福井県の YouTuber のカズさんが、手掛けられているワクの走って泳ぐ旅するショートパンツになります。こちらですね、今年の4月に福井市の中央公園で、これまたYouTuber のすするさん、ラーメンを毎日すすられているすするさんが主催のラーメンフェスがあったんですけれども、もうそちらでですね、1日だけカズさんが自ら出店されていまして、カズさんにぜひ会いたいなっていうことと、前々からねこれすごく気になっていたので、そこで購入できたらいいなということで、そちらのラーメンフェスに行って、実際に行って購入させていただきました。こちらですね、撥水性がとても高くて伸縮性もある生地なので、触り心地がとにかくいいんですよね。でまたポケットもすごくたくさんついていて、しかもチャックがついているので、中にね何か大切なものを入れたとしても、チャックをすることでスッとすりに合うことだったり、そういったことはないのかなというふうに思います。今年の8月にですね、私沖縄の方に行くことがありますので、そちらでも大活躍してくれるショートパンツなんじゃないかなというふうに思います。私ですね、旅行はちょっとミニマリストとして旅行は行きたいなというふうに思っているので、多分ねパンツはこれともう一枚だけ持っていくことになりそうです。向こうでね、向こうのホテルなどで洗えばすぐ乾くので、はい、そういったことでこのパンツすごく重宝するんじゃないかなというふうに思います。カズさんありがとうございます。ということで、3つ目はですね、ワクの走って泳ぐ旅するショートパンツでした。はい、そして続いて4つ目なんですけれども、4つ目はですね、3つ目の旅するショートパンツもう本当に同じなんですけれども、今年の夏はですね、私基本短パンで過ごそうと思っております。本当にね、今年の夏ですね、すごい暑くなる予報ですし、短パン楽なんですよね。はい、なので今年短パンでね、ずっと過ごそうかなと思うんですけれども、先ほどのワクのショートパンツはちょっと高いんですよね。16,500円するので、ちょっと高いんですよ。はい、なので2枚も3枚もちょっと買うことができないので、何か同じようなね、撥水性のある生地で、すごく履きやすい短パンないかなというふうに思ってですね、Amazon で探していたところあったんですよ。こちらですね、これ黒ですけれども、もう良すぎて3枚もう購入しております。色違いで、私は黒とカーキとネイビーをもう買っております。こちらですね、ゴプネというブランドですかね、のメンズアウトドアパンツに、なります。まずなんといっても価格が2,350円なんですよね。もうワクのパンツ1枚でこれ何枚買えるんだという話なんですけれども、本当にこちらもですね、同じような速乾性のショートパンツで伸縮性もありますし、ここまでコスパが高いものはないんじゃないかなというふうに思っております。実際にポケットも深いですし、ポケットにチャックがあるのもすごくやっぱりいい点ですね。しかもですね、Amazon 見てみると Amazon ランキングでも1位になったりしてきたので、結構たくさんの方がね、この夏履かれるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、短パン探されてる方もうぜひこれ1枚買ってみてください。たまにね、安くなっていて、私も1800円ぐらいまで安くなっている時にまとめて3枚購入したので、こちらすごくおすすめな商品になっております。ということで4つ目はゴプネのメンズアウトドアパンツでした。
はい、ここで折り返しです。次、5つ目ですね。5つ目はこちらになります。こちらですね、見てください。この小さいお財布でございます。こちらですね、ドン・デポーナ、というブランドの、革の小さいお財布でございます。まあなんかね、お財布ってね、3年で運気が切れるとかどうたらこうたら聞いたことがありましてですね。まあ私が前に使っていた、お財布がですね、もう3年以上使っているということで、まあこれを機に、まあすごく、なんでしょうね、現金を極力持ち運びたくなかったので、まあ思い切ってこれぐらい小さい財布を購入してみました。まずなんと言ってもですね、こちらお値段です。お値段、これ革製品なんですけれども、3980円でございます。他にもですね、油サスさんとか、まあもちろん先ほど、ポーチを紹介したドリップさんとか、まあ、が同じようなね、小さい財布出されてるんですけれども、やっぱり1万円は必ず超えてくるんですよね。まあそんな中、こちらはですね、私が欲しかった機能すべて盛り込んだ状態で、3980円ということで、まあもう、これだなということで、まず一つ買ってみようということで、買ってみて使ってみてるところ、すごく満足のいく商品になっております。で、中身はですね、私はカード5枚と、あとはお札、数枚、そして、小銭もちょっとだけ、持ち運んでおります。まあ、そんな状態でですね、本当にここまでコンパクトに収まるので、旅行に行く時とかもですね、全然荷物にならずに、持ち運ぶことができるかなというふうに思います。ということで、今後はですね、まあ、どれぐらい使えるかわかりませんけれども、このドム・デ・ポーナのこの小さいお財布、今後も愛用していこうかなというふうに思います。ということで、5つ目は、この小さな革財布でした。はい、ということで、次買ってよかったもの、6つ目ですね。6つ目は、こちらになります。こちらもまた小さいですよ。もう反応しませんね、小さすぎて。はい、こちらですね、サンディスクの USB になります。で、しかも、こちら、ただの USB ではなくて、これね、スライドすると、USB Type A がまず出ます。そして、逆にスライドするとですね、USB Type C が出るんですね。で、しかも、このサイズです。このサイズで 128GB 入ります。もう考えられませんね。はい。なので、私はもうこれ一つ持ち歩いてですね、まあ、いろんな資料だったりだとか、あとは、最近使っている、まあ、MacBook だったり、あとは iPad っていうのは、全部 USB Type-C ですので、はい。Type-C が、を出せるですね、ものを探していたところを、まあ、これに行き着いたというところになります。まあ、やっぱりね、職場とかではですね、Type-C だけじゃなくて、この USB Type-A のこのバージョンですね、このバージョンが使われているところがまだまだありますので、まあどちらもね、使える、さらにコンパクトな、USB メモリということで、こちらすごくですね、いいなというふうに思います。耐久性もすごくあるなというふうに思っているので、まあ使ってまだ5ヶ月ぐらいなんですけれども、全然壊れていないので、こちら、もしちょっと溜まったらですね、追い買いしようかなというふうに思います。値段もですね、2295円ということで、全然高いものではないのでね、大事な、書類だとかデータとか、こちらで管理してみてはいかがでしょうか。ということで、6つ目はですね、サンディスクの小さな USB メモリでした。はい、続いて7つ目ですね。7つ目と8つ目は、もうこの半年間のベストバイになります。どっちも優劣つけれなくてですね、どちらとも1位です。まずそのうちの一つがこちらですね。こちらですね、GR3、というリコーが出しているコンパクトデジタルカメラになります。さらに、こちらデイリーエディションということで、まぁ、ちょっと特別な、仕様のものになっております。実は GR3 とか GR3X っていうものもあるんですけども、もう人気すぎてですね、受注生産が終わっちゃったというかな、止まっている状況なんですよね。もう最近ですね、このコンパクトデジタルカメラっていうもの自体がすごく、売れていて、まあ、本当にね、さっと取り出して、さっと電源入れて、さっと撮れる。もうこの速さですよね。もうしかもめちゃめちゃ軽い。この状態で、なんと中のセンサーが APS-C センサーなんですよ。APS-C センサーってどんなものかっていうと、フルサイズって言われている、まあ要するに一眼カメラでよく使われているフルサイズっていうセンサーのちょっ
と小さめのサイズなんですけれども、まあ、特に富士フイルムとかのセンサーは、ほぼほぼこの APS-C センサーが使われているんですけれども、見てください。この小ささですよ。もうこの小ささでそのセンサーが搭載されているっていうことで、まあ、本当に、もう毎日のように持ち歩いております。でも気になったところがあったらすぐに、はい、すぐに起動してすぐにシャッターを押す。もうこれです。この起動の速さ。これもね、すごい。自分はね、興奮しております。未だに興奮するところですね。自分はですね、受注生産が停止する本当に直前に購入を決めて、買ったので、本当にその数日後ぐらいに、確か受注生産しませんとか止めますっていう、報告があったので、もう本当にね、正直買ってよかったなと、あのタイミングで決めてよかったなという一台です。ということで、今後もですね、このコンパクトデジタルカメラ GR3 をですね、毎日のように持ち運んで、今度の沖縄にもですね持っていきます。本当にこれぐらい小さいので、もう荷物にもなりませんのでね、はい、もう毎日のように持ち運んで、今後もガツガツ、いい写真を撮っていこうかなと思います。7つ目ですね、まあ、ベストバイ1つ目は、こちらのリコーの GR3 デイリーエディションでした。はい、ということで、いよいよ8つ目ですね。8つ目はこのここにちょっと見えてるんですけれども、私ですね、 3D プリンターをちょっと使うことになりました。なので、こちらですね、バンブーラボの A1 ミニという 3D プリンターになります。こちらもですね、私自身が購入したものではなくて、いただきたものになるんですけれども、この 3D プリンターね、価格がね、今 72,800 円なんですよ。もう本当にね、これ買う前ね、 3D プリンターって、まあ、30万も40万もなんなら100万ぐらいまで出さないと買えないものなんじゃないかっていうふうに思ってたんですけれども、まさかね、10万円を軽く切るような値段で売ってるとは正直思いませんでした。で、さらにこの、A1 ミニなんですけれども、いろんな色をね、使い分けることができまして、最近ですとね、これですね、まあ中のセンサーとかは買ったんですけれども、こちら、マウスを自分で 3D プリンターで自作してみました。まあ、実際にですね、自分がイメージしているものが形になるって本当にすごく気持ちよくて、 3D プリンター今もう本当にドハマりしていて、ほぼほぼ毎日動かしてるんですけれども、私ですね、もともとものづくりがすごく好きで、まあ、私ですね、昔からものづくりがすごく好きなんですよね。まあ、なので、自分がこう想像しているものとか、そういったものを実際に形にできるっていうのがすごく、まあ、好きで、昔から 3D プリンターっていうものに憧れがあったんですよね。で、ちょっとね、3D プリンターを使わなければいけない事情が、出てきてしまったっていうこともありまして、まあ、このタイミングで、3D プリンター導入することを決めました。まあ、まだまだね、設計は初心者なので、本当に、まあ、一から、こう自分でね、マウスを操作して設計してるんですけれども、まあ本当にそれがすごく楽しくて、まあなんて言うんでしょう、自分の新たな趣味の一つとして、3D プリンター、一つまた大きなものが出てきたなというふうに思っております。ということで、8つ目はですね、A1 ミニという 3D プリンターでした。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ1月から6月、本当にね、2020年もあっという間で、もう折り返しということでね、まあこの半年間いろいろあったんですけれども、まあ自分のね、生活の変化っていうのも結構いろいろありまして、まあ新しいものにまたね、チャレンジしてみたりだとかっていうことも増えてきました。まあ私今大学院2年ということで、もう残り半年ちょっと。で、学生生活が終わってしまうんですけれども、終わるまでにね、何か一つ、自分の中で新たな、ものをちょっとなんか確立したいなっていうふうに思っているので、まあ、またさらに、この2020年の半年間、残り半年間と、来年の最初の3ヶ月でですね、何かしら、形にしていきたいなっていうふうに思います。まあ、それの一つとして、やっぱり YouTube もね、続けていきたいなというふうに思いますし、少しずつ更新頻度を高めていきたいなというふうに思います。はい、ということで、今日の動画、この辺で終わろうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。
この動画良かったよ、参考になったよって思ってくださった方はですね、ぜひぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンをよろしくお願いいたします。あ、そうだ、忘れていた。私ですね、新たに、睡眠用 BGM チャンネルを作りました。概要欄にですね、載せておきますので、ぜひぜひ、最近ちょっと眠れないんだよなとか、そういったものがある方はですね、ぜひぜひ、下の URL から飛んでいただいて、聞きながらね、寝ていただければいいなというふうに思います。そちらのチャンネル登録、高評価もぜひぜひよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。